さてさて、それではやっていこうと思います。ちょっとね、まだレベルが上がってないところをどんどん上げていきたいんだけど、あー、夜がレベル1だな。でも、お昼がレベルがもうすぐ上がりそうなので、お昼の方、チャレンジしてみようと思います。ここはね、意外とリクエストがあんまり出てなくて、ナッシーと、手前のリクエストなんだけど、難しくてそこが全然取れてないんだよね。ちょっと早めに、ちょっと、ナッシーを、奥に呼ぶ。奥に呼んだらどうかしら。あ、一人来てる。一人向こうから来てるから、こっちの子たちは、どうだろう。この真ん中の子に寄せてくるといいんじゃなかろうか。ちょっと来てるもんね。ちょっと来てる。この子にこう、リンゴを集める感じにしたら来るかな。あ、起きちゃった。3匹揃ってないといけないんだと思うんだけど、向こうの子が来ない。いやー、難しいな。あらららら。すごい近くにいた。悔しいなー。ここがどうしてもうまいこと取れない。あ、ここのピカチュウは女の子なんだね。ピカチュウ向こうにもいるけど、こう、いろいろするのかしら。あ、ごめんね。だけど、マケンカニがちょっとこっち向いて、いい感じに撮れたかな。ピカチュウが奥で喜んでるのも撮りたかったけれども、ちょっとここは、マシーは早めに退散してもらって、ティビオンが奥にいるんだけどな。今回はどっちに行こうかしら。こっち側行きたい。あれかな、あれだったっけ。ちょっと違ったかもしれない、ケモメどこで取れるんだったかな。意外といろんなところにいるから、わからなくなってしまう。あ、生拳。あ、今回はこのまま行きたい。このまま行きたいから。いいとしよう。生殺しが、大きく取れるといいな。あ、こっちの子が食べちゃった。思ってた方じゃなかった。喜んでる。こっちの生殺しじゃないな。サニーゴかな？サニーゴか、何かするのがあったんだけどな。意外と目まぐるしい。あれだ。サニーゴを光らせたい。光らせた！いやー、ちょっとこれをさ、正面で撮りたいんだけど、来るかな？あ、来そう。来そうなんだけど、もうちょっと。これでどう？あ、これでちょっといい、いい感じに撮れたんじゃなかろうか。よし。あ、結構いる。この子たちは？あ。たちは何か交流してるけど、今のところこう、アクションは起こさないな。こっちのラプラスは何かするかな？歌うかな？ゼニガメを乗せてやってくる気がするんだけど。あ、いるね、ゼニガメ。ゼニガメいるけど、何かするわけじゃなさそう。ちなみにリンゴは食べないか。あれはどういうあれなんだろうね。扱いなんだろうね。タクシー的なことをしているのかしら。こっちにもナッシーいるんだけど、こっちじゃないと思うんだけどなぁ。あ、ピカチュウとライチュウはちょっとこう、何かするわけじゃないか。かわいいよ。かわいいよ。なんだかんだピカチュウはみんな大好きだと思ってる。ライチュウはね、結構いい写真を撮れているんだけど、あっちの子とね、こっちの子と一緒に撮れたらいいんだけどな。あ、ちょっと、いいところ撮れるか。あー、向こう向いちゃった。と言ってたらすごい枚数もう撮ってる。ナッシー撮れなかったなー。悔しい。なー。どこか見失っちゃったしなぁ。嬉しい。でもサニーゴがちょっといい写真が撮れたんじゃないでしょうか。
博士に見せたい。そしてレベルが上がってほしい。リクエストももしかしたら増えるかも。だからね、なっしー変わり映えしないなー。見せとくだけ見せとこう。ピカチュウは欲しい。同じような感じではあるかなー。まだこっちの方が大きく映ってるかな。あ、魔剣下に星さんがある。なんだろう、リンゴを取ろうとしてる瞬間だからっていうことかな。まあ、せっかくだから産後見せておきましょう。まあ、ピビオンはね、うん、まあまあまあ出すだけ。ゴーンはいいかなー。キャボね、出せなかった。ライチューは、星1かー。ちょっと大きく映ってるかもしれない。ラプラスも星1なのねあんまり変わらないけれども。サニーゴはさ、この辺がいいんじゃないかな。この辺大きく映って、正面向いてて、真ん中で。うわー、どれがいい？誰がいい？これがいいかな。この辺にしとこうかな。ちょっとど真ん中の方がいいよねー。まあまあまあ、微妙なところではあるんだけど、ママコムシの星2はこっちの方が、大きいかな。前の方が大きいかもしれないけど、まあ見せるだけ見せてみましょう。これでレベルが上がるといいんだけどな。難しいね、ナッシーの3匹揃ったところ。悔しいな。リンゴで呼んで、左右から呼んでくるみたいな感じだと思ったんだけどな。ピカチュウ負けちゃった。前の方が良かった。マケンカニの星さんはちょっとお顔が隠れてるけれども。まあまあまあ、星さんを初めて取れたので、よしとしましょう。生拳、あ、若干今回の方が良かった。良かった良かった。サニーゴは、あー、今回の方がいいけど、キラキラにはあと一歩届かなかった。もっともっと呼ばなきゃいけないのかな、こっちに。で、もっと大きく映して、かなー。悔しいな。あ、パーチは前の方がいいか。悔しかったな。悔しかったけど、レベルが上がるんじゃないでしょうか。よし、よし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 。レベル3が、あ、マックスじゃないね。マックスじゃないということは、まだもう少し、あれなのね。レベル4とかになっていくということでしょう。というところではあるけれども、新しいリクエスト来ちゃった。新しいリクエストが来てしまったので、それを確認してから、次に行きたいと思います。どうしようかな。サニーゴはちょっと置いときたいな。せっかく星4が正面だから。ラプラスはね、変わらないっちゃ変わらないんだけどね。まあまあ、お見せしたやつは、出しておこうかな。ピカチュウはもういくらあってもね、いいと思ってる。これも出しとこうかな。あ、出したやつだね。でと。では、リクエストを見に行きましょう。これ、このね、今ちょっとチラッと見えてる、リタが撮影した風景写真。ベンティル地方とは違う風景だがーみたいに書いてあるのが、ちょっとね、個人的には気になってて、ね、ちょっと、なんかこの、これから先も発展しそうな予感、ポケモンスナップ。で、個人的には思ってるけど、どうかしら。あ、これだ。3匹並んではちょっと取れてなかった。キャノメの中外にも取れてなかったけど、これがね、多分新しくなったの。波打ち際で、あのな、よく聞けよ。ピカチュウがフワリンゴを追いかけた後、こっから先は内緒だーってことは、あれか、ライチュウとちょっと関わるのかな。わー、これね、これちょっと撮りたいな。これちょっと撮りたいけれども、この辺、時式の森もね、あんまり行ってないから、そっちに
行ってみようかな。夏なら剣ホロウの巣に卵があるかもしれないよ。不思議だねーが川渡りをすると警戒のサイン、大きく手を振るんだ。時式の森意外と行ってないからそっちに行ってみようと思います。時式の森もね、まだルートが全部出たとはちょっと言えないんじゃないかな。どうなんだろう。そしてセレビーまたいるかな。調査レベルもまだ2だし、ここに行ってみましょう。テルル隕石から研究地方を守ったのがキルミのポケモンですね。この、ちょっとね、合間合間に入るのちょっと好き。ダーティングがすごい走ってきてたな。飛んでる。あれ飛んでるの取れた方がいいのかな、もしかして。この辺は、ダーティング。ここはナスパーがいて、食べるかな？食べるかしら。あらららら、飛んでいっちゃった。ここは、クリスタフラワー。なんか変わる？何か変わることはないかな？よいしょ。何かの力によって岩が食いついてるから。多分この子なんだよな。この子。よいしょよいしょ。この子じゃない？でも、この辺、何人かいるもんね、ニャスパー。ここは、あと、こっちは誰か、いる。あー、隠れ音がいたのに。取れなかった。ここは、これでも秋だから、たくさんの落ち葉、何かが隠れているかもしれない。これはどうだろう？こういう感じで出てくるかな？よいしょ、よいしょ。出てこない、出てこないな。あ、奥にツアージャがいる。ちょっとうまく取れてないけど。まあまあまあ。ホロが近くに。あ、あっちにもいる。ツアージャじゃない。ジャローだろ。こっちは誰かいたのかな？もう見るとこいっぱいあって、目ぐるぐるする。あ、ここからは誰か出てくるかしら。今度こそ。出てこないな。出てこないな。ウェブ記事か、秋の姿。ここからなんか飛び出しそうな感じ。あ、飛び出したけど、ケンホローか。ケンホローだったなぁ。ちょっと、押すのが遅かったか。そして次は、暗いところに戻ってくるね。ジジイロン、ジジイロン。このコンクリスタフラワーちょっと全部当てなきゃいけないみたいなね、顔してるけどどうなんだろう。よいしょよいしょ。あれこれ当たんない。よいしょ。いろんな声が聞こえる。この奥にもあるんだよね、クリスタフラワー。アハテナがあるのは多分隠れ音でしょ。ここのクリスタフラワーは、ニコタもしなきゃいけないんだろうな。この奥のと。よいしょよいしょ。届かない。あ、ニャスパー来た、ニャスパー。え、あ、敷地化も来た。あ、やーみたいな。あ、ちょっといいんじゃないかな。ちょっといいんじゃないかな。すごいいい感じの写真が撮れたんじゃなかろうか。これは、もう行ってしまった後なのね。ダーテング寝てる。あれさ、アーウォックみたいに落ちてきたりしないかな。あ、どうだろう。あー行ってしまった。あ、ここだ。どうだろう。とか。あ、なんか言ってる。なんか今完全に喋りかけてきた気がする。あー行ってしまった。ちょっと喋りかけたんじゃないのかな、今の。あ、なんか笑ってた。すごい笑ってた。あー、ちょっと位置が良くなかったか。食べるんだね、でもね。ヤスパーって。あー、もうちょっとこっち。
手振ってる？手は振ってないな。あれだ、キテルグマの手を振り上げるところが、みたいなやつ、まだ見れてないな。ウィンコグマが出てきたら、何して、あれしたらいいんだろう。こうかな。あー、セレビーがいる、セレビーがいる。そう、セレビーここ来たらいるからね。セレビーも取りたいところ。キテルグマ、キテルグマ怒って。あーキテルグマの、ね、あれしなきゃいけないんだけれども。もう、目がちっちゃう。あれは？これしたらさ、セレビーちょっとこう、何かしらしな、あれ？どうだろう？こっち向く？こっち向かない？あー！ただ、残り枚数がもう全然ない。どんどん取ってるからね。ジジイロン光らせてみよう。ジジイロンは光るだけ。ここにさ、そう、ここにさ、リンゴが一つだけ色が違うのもすごい気になってるんだけどな。どういうあれなんだろうな。あれかな？食べるのかな？セレビーが。不思議だねーがー、川渡りするっていうのもまだ見てない。いやーん。いやーん。あ、喜んでる。なんだろう。来た。すごい近くに来てくれたけど、川ある？川、あ、こんなのとか、こういうのとかでどうだろう。違うな。いやー、難しいけど、ちょっと、見るとこ行ってあげて楽しいな、ここ。そして、ね、秋になったりとかっていうのが、どういう仕組みで行ってるのかが、まだちょっと分かっていない。レベルは、上がるかな今回は。いっぱい取ったけど。ヤスパーのさ、あ、ヤスパーの星2が初めましてだ。初めましてだけど、大きくは映ってるけど、このキラキラした方が好きなんだけどな、個人的に。こっちの方が真ん中かな。ダーテングは、星3があるね。3があるのは、あ、これだ！喋りかけてきてるやつ。なんかちょっと、おにゃおにゃって言ってたけどな。このちょっと、指さされてる感じのやつがいいかな。こっちの方が大きいかな。よし、これちょっと見せてみよう。あ、星火種の星1が見せてないから、これを見せておこうかな。いやー、こっちの方が点数いいかもだけど、ちょっとこっちにしとこう。ジャローダの星1を見せて、ケンホロ、これ星1か。これはいいや。あ、シキジカちゃんの星4がある。これ、このクリスタフラワー、あれはやっぱり4つ全部いけたらよかったとか、そういう、それで出てきてくれたのかどうかはちょっとわかってないけれども、わー、クリスタフラワー、これ、このヌオーのやつも好きなんだよなぁ。これはこのままにしておこう。これ、キテルグマだ。これ、キテルグマなのね。セルビーなんだけどな、撮ったのは。セルビーは、前の方がいいなぁ。前の方ちゃんとお顔が見えてるもんね。今回ちょっとキテルグマを意識してしまったから、ちょっと撮れなかったけれども。まあまあ、初めてのやつもちょこちょこっとあったから、これでお見せしてみようかな。レベルがどんどん上がってくれるといいんだけど。あ、ヤスパー、私星2があったのに1出しちゃった。間違っちゃった。まあ。また、リンゴを食べるということが分かったからね。また今度はもうちょっといい感じに食べさせてあげよう。いやー、悔しい。星ビタネの星1、ジャローダの星1、シキジカちゃんの星4。おー。ジジイロン、あ、ジジイロンこっちの方がいいんだ。判定微妙にわからないな。前のやつお顔が切れちゃってるとかそういうことかな？セレビーはこっちの方がいいのか。大きく映ってるもんね。でもここはちょっとこっちに。
しようかな。ごめんなさい、しよう。お顔がね、ちょっと全然映ってないのが、あれだから。あー、まだレベルは上がらないか。うん。悔しいけれども、まあまあまあ、徐々にやっていきましょう。称号とかもね、どんどん、スタンプとか、だいぶもらった気がする。いやー、ニャスパー間違えちゃったなー、お出しするの。これちょっと好きなんだけどな。と、しくじかちゃんの星、やーはちょっと置いておきましょう。イスタフラワーもこれ好きなんだけどなー。ヌオーに負けちゃった。自分の気持ちが。ダーテング、星さんは置いておくでしょ？シンタルもちょっと置いとこうかな。よし。これで、次は、ベースキャンプに行こうかな。ベースキャンプがね、意外とレベルが全然上がっていかないので、それに行ってみようかなと思います。この前にちょっとベースキャンプのリクエストも確認しようかな。ベースキャンプは、これよ、これ。これがねー、はしゃいで走り回るんだが、いい部位がここにいるのがね、難しいのは分かってないんだな。ノックルが挨拶をしてくれたんだーも、分かってないなー。ここも、ここちょっと分かんないのいっぱいあるんだよなー。広場でポケモンたちが踊るんだってー。タバンネの趣味もね、なんかこう、ちょっとフリフリって踊ってるのが趣味だと思ったんだけどなぁ。ホルビーはね、出たのにね、微妙に範囲に入らなかったんだよね。伸びたと思ったのにな。そして、あれよ、研究データ危機一発とかもね、何気にまだ、これだ、これ、取れてないんだなぁ。うん。ここがちょっと難関なので、ここに。行きましょう。ニャースがね、起こして、コラッタを出すっていうのはね、なんとかなるんだけどね。ちょっとわかったから。よいしょよいしょ。来ないな。来ないな。ムーランド！ムーランド！あなたがはしゃぐ瞬間が見たいわ、私は。喜ぶんはね、喜ぶんだけどね。ちょっと、リンゴ食べて。いやー。ノックルが隣人に挨拶はここじゃないもんね。これは研究データ危機一発を取りに行きたい、私は。あ、ニャースすごい向こうに行ってる。EV が出てくるのもちょっと気になるところではあるけれども、この辺だったもんね、ムーランドが。はしゃぐの。これじゃないのかな？これはしゃいでると思ったんだけどな、この走ってるの。研究データ危機一発はさ、こっちに呼んだらいいんじゃないかな、出てんねよ。おいで出てんね、おいで出てんね、おいで出てんね、出て、ちょっと出てんね。ちょっと出てんねさん。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 ちょっと多分ねさん違うんだよどうだろう。あー、なんともならない。なんともならなかった。悔しい。今ので絶対合ってると思ったのに。イーブイはちょっと早めにさ、こうしたらさ、あれかな、こう走っていったりとかしないかな。いいかな？しないな。あっちに降りて、あっちに出てきて、どうだろう？これでムーランドと、あれかな？騒ぎはしないけど、どうだろう？ちょっと、どうだろう？これはどうなんだろう？ちょっとこう、はしゃいでいる？はしゃいでいるのかどうかちょっとわからないけれども。ちょっと、あそこに EV
イとムーランドがいるのは、ちょっと、そうなんじゃないかと思うんだけど、思うんだけど、ちょっと、もう少しあなた方、交流をするのです。違うのかな？あのフルフルっていうのはちょっと毛づくろいみたいな感じだもんね。どうかしら。ちょっとあなた方。確かにこう、もふもふ族ではあるもんね。お互いね。どうだろう。違う。何事もない。言ってる間にホラビーの、あれになってしまった。よいしょ。いいタイミングで。リンゴだったっけ?もう慌てるとわけわかんなくなっちゃう。意外とさ、このピンポイントで入れるの私めちゃくちゃ難しいんだけど、上手な人はもっと上手にできるのかな。ムックルが隣人に挨拶もちょっとわかってないな。どうだろう。ムックル出てこない。ムーランドのできたと思ったのにな。悔しいな。ちょっとニャースの写真を最後に撮っておきましょう。いやー悔しい。まあでもね、ベースキャンプはとにかくレベルが全然上がらないから、あーないもんね。星3とか4とか、あ、でも1これいいんじゃない。ちょっと点数上がりそう。ダバンネの、あ、ダバンネ1がまだ、星1がまだ出してないから出しておこう。絶対合ってると思ったのに。悔しかった。まあ、ニャースね、最後にこう。ちょっと、ペコッと取れたけど。でも、あんまり種類取れなかったなぁ。悔しい。よし、ムーランドは、狙い通り。タブンヌは、初めましてが取れたのと、タブンヌはね、趣味が何かっていうのを知らないから、お花のところだと思うんだけどなぁ、参考画像を見る限り。お、ニャースが、最後にひょろっと取ったニャースが、点数が上がった。これで、どうかしら、まだ上がらないかな。ああ、全然上がらない。悔しいなあ。あれなのかな、ベースキャンプに伝説のポケモンとか出てくるのかな。何気にこう、実はすぐそばにいましたみたいな感じ。出てこないかなあ。ああ、でもね、こう、徐々にちょっとだけいい写真が撮れたりしているから、この調子でどんどんリクエストを狙いつつレベルを上げていきましょう。さてさて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。